豊臣秀吉四国国分とは、豊臣秀吉による四国攻めが終わった後、天正13年8月から、その戦後処理として、豊臣政権によって行われた、四国地方に対する大名など諸領主の領土配分の、ことである。天正13年初頭、従来の検案であった中国地方の毛利氏との、間の境争論を自ら一定の譲歩をする、ことによって解決した。 橋場秀吉は、これにより木の国や四国地方における戦争で、毛利氏の軍事協力を得ることに成功した。同年3月、木の根頃、最下一揆を鎮圧した秀吉は、副将として参陣した弟、橋場秀長に、木の国、泉国を与え、和歌山城築城を命じた。これにより豊臣氏は木内及びその周辺を、ほぼ掌握し、6月には、 秀長を総大将とする軍勢を四国に送り込んだ。天正十三年七月、関白に任官して、藤原に改正した秀吉は、同月末に四国全土を制圧する勢いであった、長祖壁元地下を服属させて、四国を平定し、その結果、天正十三年八月上旬、四国地方に対し、国部を沙汰した。また、同八月には、秀吉自ら、 北陸地方に出征して、笹成政の子守ると山城を包囲し、成政を降伏させた。こうして秀吉は、西は山陽、東は東海、北は北陸、南は四国に及ぶ広大な領域を、自らの勢力範囲とし、九州地方を除く、西国全域を起伏させた。服属した、長祖壁元地下は、土佐一国を安堵され、 豊臣政権に繰り込まれることとなった。秀吉は、阿波国の大部分を、八塚家政、一部を、赤松の利ふさ、さぬ国の大部分を、戦国秀久、一部を、東郷有保にそれぞれ与えるとともに、伊予国は、毛利氏が、かねてより領有を主張していたのに配慮して、小早川高景、安国自衛系、苦島道夫さらを封じた。毛利氏は、以前より、 伊予国守護家の河野氏と遠赤関係を結んで四国地方に勢力を拡大しようとしており四国攻略戦の際には秀吉軍の一部として小早川高陰と吉川元長率いる大軍を伊予国に送っている。毛利氏はすでに3月の奇襲攻めでも水軍を送っているのでこの時明白に秀吉の軍事行動に動員される複属大名となった。なお、 淡路国には、脇坂康二と、加藤義明が封じられた。こうして、南海道は、キーに、橋場秀長、土佐に、長祖壁氏、伊予には、毛利貴下の大名佐抜、サヌキ、アワ、アには、豊臣系の諸大名が廃されることとなった。土佐一国を安堵された、四国の覇者、長祖壁元地下毛利氏一族の出身で秀吉の、信頼も厚かった。 小早川高景には、いよ35万国が与えられた土佐を給料として、安堵すること、総領が、以後の合戦に毎回兵3000を率いて参戦する、こと総領の弟が人質として、大阪城に来ること、徳川家康との同盟禁止という和睦条件に、従って、長我壁元地下には、土佐一国約10万国が安堵された。軍役が課せられることによって、 長蘇壁氏は、豊臣政権に組み込まれることとなり、天正14年以降の九州征伐でも元親と、その着手長蘇壁信近が参戦している。また、講和条件に従い、元親三男の都の近田,田が人質として、大阪に差し出された。なお、四国平定の過程で、長蘇壁氏に従って、豊臣政権と戦ったために、 秀吉から所領を没収された国人領主の一部が、長祖壁氏に引き取られて、土佐国内に所領を与えられている。秀吉は、四国平定後の論功交渉として、八須賀正勝に対して、阿波一国約18万国を与えようとしたが、正勝は、秀吉側近として使える道を選んで辞退したため、その失足、八須家正に、阿波一国の領地権を与えた。 ただし赤松のりふさり住吉一万国と毛利兵立花りょう、坂東軍内千八十二国を除く。火星は当初明東軍一宮城に入ったが、後に吉野川川口に近い徳島城に本拠を移した。この頃、父の正勝は豊臣政権中枢にあって四国取り次ぎの役割を担っている。張間国守護家の出身であった赤松のりは、 中国攻めの後、秀吉に侵入したが、秀吉は彼に対し、針馬を騎士城の本領を一万国を安堵した上で、阿波住吉一万国の領地を与えた。秀吉最古山の家臣で、洲本城の城主であった。戦国秀久は、淡路五万国の大名であったが、先行により、佐抜き十万国に、家蔵の上転放された。秀久は、高松城に居城を構えた。 阿波国守護大を接収した三好市出身の東郷、有穂は、三好義県を名乗って、四国地方東部における、三好勢力の拡大に努めていたが、天正十年に、阿波北東部で戦われた中富川の戦いで、長祖壁元親下に敗北して、阿波を、放棄、さらに、佐抜東郷城や虎丸城なども、元新軍により陥落させられたため大阪の柱、秀吉を頼った。 四国戦では、秀吉軍に従軍し、その軍港により、佐ぬ東郷三万国を服された。ただし、東郷マゴロクロウとしての安堵であり、ありほの三好主継承は否定される形となった。豊臣政権は、大名統制策の一環として、小早川高景に、伊予一国三十五万国を与えて独立した、直進大名として扱ったが、高景は、一旦、 もう都市へに与えられたいよ一国を、改めて鹿より配慮するという形をとり、毛利氏の一部省としての定裁を保った。河野通直の居城であった湯津駅に入場した、高影は、大津城に、おいで養子の小林川周平を配置するなどいよの、統治を開始し、新しい本拠地を整備して、通直を、道後に隠居させた。通直には、 河野氏の旧家臣の他西恩寺君広や君広の家臣が進家として配属された。なお、高影の新しい本拠については、後に松山城が築かれる松山市勝山の地とする説と松山市水戸の港山城に否定する説があり、さらにその両者いずれにも難があると指摘する見解もあって、所在地については定説が未だ成立していない。このほか。 もう都市への外交像であった、暗黒人系には、中与秋軍に3万3000国、村上水軍出身の来島道房には、中与風早軍1万4000国、また、道房の兄、徳井通行にも3000国が与えられた。天正18年に完成した佐抜高松城、四国国分によって、四国全土が豊臣政権に組み込まれることとなり、 河野氏や西園寺氏などの旧勢力は没落した。また、四国平定直後より各地で検知が実施され、初代名家の国高が確定して、領主にはそれを基準として軍役が課せられることとなった。さらに、中性的な諸城閣は破棄されて各地に近世城郭が築かれるようになった。 秀吉の西国平定は九州地方を残すだけとなり、瀬戸内海の政海権をほぼ掌握することとなった。新たに四国へ入部した、植法系大名、毛利系大名はいずれも中国地方に配された諸大名と合わせ、中国、四国州として九州征伐の際には先陣を務めることとなった。それは在地勢力であった長祖部氏も同様であり、 とつ川の戦いに参陣した元親は、着男のぶちかを失っている。ただ、長祖壁氏も一方では、豊臣政権による公認を得て、大名権力を強化し、近世大名への脱却を図っている。元親は、天正十六年四月の御用税天皇による、樹落大行行の際には、関白、秀吉の命令に違反しないことなどを誓い、土佐二重、旗本地下として、 朝廷の理解を受け、他の諸大名と共に、豊臣政権を構成する大名間の序列を受け入れた。なお、九州平定後に沙汰された九州国分は、四国国分とは異なり、西日本全域の平定を達成した後に行われたものであった。言い換えると、四国国分は、九州国分と比較して、西国平定の過程の中でなされた。 修行ありであったため、より流動的な要素が大きく、両首の交代も多かった。阿波の大部分を与えられた、八塚家政佐向高松の大使となったものの一年半後には、没収された、戦国秀久九州平定の後も、長祖壁氏は、天正十八年の小田原征伐、天正二十年から慶長三年にかけての二度の、朝鮮出兵に参加した。その間、 高速壁下氏安氏は秀吉から大量の造船用材の供出を命じられ、元親自身も大船数層の建造などを求められた。軍役等様々な負担は決して軽いものではなかった。その一方で元親は、この機会を利用し、支配体制の再編、検知の実施、慶長2年3月には四男、長速壁森下と共に、文国法、 超速壁土地下百貨城を定めるなど諸方規の制定を含む新政策を次々に実行に移した。また、元親上新府氏は、本拠地を、お工場から大高坂山城、さらに、浦戸城へと移して、城下町の整備にも力を注いだ。国武当時の阿波は、元新軍が土佐に撤退した直後のことでもあり、村落は荒廃し、農民たちの多くも、 戦乱で疲弊していた。そこに、八須賀が入部したため、入部直後の天正13年8月、伊屋山、小屋平、大もみ山、人しうだになど参幹部の土豪層が、新しい支配者の到来に抵抗して放棄する、土豪一揆が起こった。これに対し、八須賀家政は、一揆の加担者には徹底した、武力鎮圧で臨む一方、 第地有力者に対しては巧妙な怪獣策も適宜、採用して土豪層の切り崩しを図った。また、稲田市、増田市、山田市、中村市、森白ら終わり以来の9人の伏線を、領内の用地に配し、各々300名の兵によって防備させるという、市場中屯制を敷き、阿波9条を置いた。天正13年、四国国分によって、佐抜の大半が、 戦国秀久に与えられたが、秀久は約一年半後に、また、その後に入国した、美東地戦は、半年も経過しないうちに、いずれも九州征伐での軍事的失敗の攻めを、問われて、さぬきを取り上げられた。また、九州征伐の際に戦死した、東郷有穂の所領も没収された。この後、天正十五年に、張馬国阿公六万国の領主であった。 生駒マ・チカマサが火像の上、サヌキに天保となって以後、サヌキの金世が本格的に幕を切ることとなる。なお、近政マサ入部の頃のサヌキの国高は15万国内外と推定されるが、慶長6年には17万1800国余りに増加している。近政マサは、天正16年、江東軍の原省において新高松城の築城を開始し、慶長2年には、 さぬき西部の拠点として、丸亀城追記に着手した。天正15年、九州攻めが完了すると、小早川高景は、秀吉の命により、伊予一国を返上し、代わりに、筑前、筑後及び、非前のうち一軍藩が与えられ、筑前名島城に入部した。高景の養子修法は、筑後の一部を与えられ、天正16年に、久留米城に入った。 河野家最高を宿願としていた河野道直は高影の転出に伴い毛利てる元の孫にあたる妻の実家帰国竹原へ移りそこで死去したかつての伊予国人僧が伊予を離れ没落していったのはこの時期のことと推定されるまた河野通直の病死と西恩寺君広の暗殺が相次いで起きていることや河野通直の死去の経緯に 関する記述の不自然さから、豊臣政権が、伊予の救世力を排除するために、同国に影響力を持つ小早川氏を九州へ違法させるとともに、旧領主である通直や君広を殺害した可能性も指摘されている。高陰の九州転出後は、福島正則が東、よ中予地方を中心に11万3200国が与えられ、対抗像。 入地9万国の大官として入部。南予には、戸田勝隆が所領7万国、蔵入地10万国の大官として入部した。また、中予地方の一部は、阿波の収容に与えられた。伊予における、秀吉の直轄領は、計19万国に達し、四国の中では突出している。このことは、四国、九州を訳する用地として、伊予の地が重視されていたことを物語る。 福島正則は後に、尾張国清洲城へ違法され、公師のなかった戸田氏が改役されると、伊予には、小川助忠、加藤義明、東堂高虎、池田修士が配置された。なお、小早川高景が検知を実施したかどうかは明らかでは、ないが、清息と勝田は共に検知を実施している。 最初に、四国国分の沙汰がなされた15年後の慶長5年、美濃国の関ヶ原で、天下分け目の関ヶ原の戦いが起こったが、この時大阪城にいた、毛利輝元は、四国地方への出兵を命じている。これは、秀吉なき後の西国を代表する五大老の一人として、また、西軍の総大将としての派兵命令であり、自身が、豊臣政権における、 抗議権力の代行者であることを、その根拠としていた。すなわち、土佐の長祖壁氏については軍役をもって動員し、佐抜の生駒氏や阿波の八チ氏には圧力を加えて、当主の生駒近チ八マサ、家チを、高野さんに追放し、家臣団を派遣して、両国の占領に及んだ。また、徳川方についた、加藤義明、 東道高虎の両国であった伊予に対しては、積極的に調略を行い、特に、加藤領に対しては、河野氏の総領格とみなされていた、死守戸慶意大将として、直接兵力を送り込んでの激戦となった。美濃での関ヶ原本戦が1日で、東軍勝利に決したため、撤兵したものの、輝元の、こうした行動には、四国国分の強い影響が見て取れる。 関ヶ原の戦いで西軍に就いた諸将は、干渉した徳川家康によって、領地没収など厳しい処分が下された。豊臣温子の初代名で東軍に就いた山内和豊、東道高虎、加藤義明は大幅に加増されて、四国に配された。なお、関ヶ原の戦前にあたる1598年と、戦後の1602年の四国地方の大名配置は、 以下の通りである。山内市入部に際しては、土佐の領主交代に同意しない長祖壁氏の維新が、多く、せめて一軍、二軍なりとも、長祖壁氏に領地を安堵してほしいという嘆願もあった。長祖壁氏の維新の中でも、一両不足と称される、土佐在後の武士集団の抵抗は激しく、裏土壌に立てこもったが、 超素壁始重心の計略によって打ち取られ、273名が卓刑に処せられた。ありがとうございます。